昨今、大学において対話型講義という授業スタイルに人気が集まっています。2010年にマイケル・サンデル教授のハーバード白熱教室がテレビで放映されたことをきっかけに、この対話型講義という授業スタイルは広く知れ渡るようになりました。対話型講義とは、教員と受講生の間で対話が行われる授業スタイルのことです。つまり、教員が一方的に知識を与える従来の知識伝達型の授業ではなく、教員と受講生双方向の意見交換によって成り立つ授業スタイルなのです。関西大学総合情報学部、牧野ゆかり教授の担当するコミュニケーションと能力という講義科目もこの対話型講義のスタイルを取り入れています。約250人が受講するこの授業では、毎回コミュニケーションについてさまざまなテーマを取り上げ、授業が展開されます。しかし、このような大勢の受講生がいる講義は対話型講義を行う環境に適しているとは言えません。対話型授業では、教員と受講生が双方向の意見交換を行うことで成り立ちますが、このように大勢の受講生がいると、限られた授業時間の中ではどうしても一部の人しか発言できなくなってしまうからです。このように大勢の受講生がいる中での対話型授業は、受講生の間で不平等が生じてしまうのです。ところが、この授業では対話デザインという授業システムを使うことで、全ての受講生が対話に参加できる環境を作り出しています。では、対話デザインとは一体どのようなものなのか、これからその授業システムを紹介していきましょう。対話デザインという授業システムには、他の授業にはない様々な仕掛けが施されています。これからその仕掛けを順番に紹介していきます。仕掛けその1、意見カード。対話デザインを取り入れたこの授業では、受講生が口頭で意見を述べる機会はほとんどありません。口頭で発言する代わりに、受講生は意見カードという用紙に意見を書きます。このシステムでは、この意見カードに書いた内容を意見そのものとして扱い、これを介して教員と受講生が対話を行うのです。使い方は簡単です。まず、教員は講義を行います。そして、講義の最後に受講生に対して命題を提示します。この命題は、講義の中で説明した内容を踏まえて、受講生に考えてもらいたいことを設定します。受講生はその命題に対して、授業の残り時間を使って自分の意見を意見カードに一人ずつ記入していきます。そして、授業終了後、書き終えた意見カードを回収し、あとは授業時間外にこの意見カードに書いてある内容を一枚一枚確認していきます。そして、次回の授業で意見カードに対する返答、つまりフィードバックを行えば、対話を成立させることができます。どんなに受講生の多い授業だとしても、全員にカードを配ることで受講生一人一人の意見を集めることができるのです。しかし、ここである疑問が浮かんできます。一体誰がこの大量の意見カードに目を通すのかということです。回収した大量の意見カード、この意見カード全てに目を通さなければ意味がありません。そこで登場するのが2つ目の仕掛けである学生スタッフです。この講義には学生スタッフと呼ばれる人たちが存在します。赤いジャケットを着ているのが彼らです。彼らはプリントを配布したり、受講生の質問を教員に伝えたりと、講義の中でさまざまなサポートを行います。そして、先ほどの大量の意見カードに目を通すのも、彼ら学生スタッフの役割の一つです。授業終了後、回収された意見カードは学生スタッフの手に渡されます。
そして学生スタッフの中から担当チームを4人決め、その4人で意見カードに目を通す作業に取り掛かります。担当チーム4人は協力して意見カードに目を通します。そしてどんな意見があったのか、受講生は何を考えたのかなど、意見の集計・分析を行います。それが終わればその分析結果を教員に伝えます。このように受講生たちの意見は学生スタッフを介して教員に届けられるのです。学生スタッフの役割はそれだけではありません。担当チーム4人で行う作業はまだあります。それが3つ目の仕掛け、フィードバックです。今受講生の意見は学生スタッフと意見カードという仕掛けを使うことで教員のもとへと届けることができました。ここから対話へとつなげるには受講生の意見に対しての返答、つまりフィードバックを行う必要があります。このフィードバックを行うのが担当チームのもう一つの作業なのです。ただいまより第8回のフィードバックを行います。フィードバックは次回の授業の冒頭でプレゼンテーション形式によって行われます。このフィードバックでは前回の講義内容のおさらい、意見カードにどのような意見があったのかなどが盛り込まれます。スライドだけでなく、時には動画、寸劇を交えて学生スタッフが受講生と同じ目線に立って分かりやすく解説していきます。このフィードバックを行うために学生スタッフは意見カードの分析を行う作業と並行し、フィードバックの準備にも取り掛かるのです。また受講生の前で発表するより前に一度リハーサルを行います。このリハーサルには担当チーム以外の他の学生スタッフと教員が参加します。スライドでしっかりこうやったらいいですって言ってくれてるから、どっちか走れない。発表の後、他の学生スタッフたちにフィードバックの内容やプレゼンテーションの発表の仕方を批評してもらいます。そして教員からのアドバイスや提案を受けます。こうして客観的に見てもらうことで担当チームはフィードバックの改善点を知ることができるのです。担当チームはその批評やアドバイス、提案をもとにもう一度フィードバックの内容を見直し、発表本番までに改善していきます。こうして改善することで発表本番ではより良いフィードバックを行うことができるのです。ここまでは学生スタッフが介入することで教員と受講生の間で間接的な対話がなされてきたわけですが、ここからさらに受講生の学びを深めるために教員は受講生に対し直接的な働きかけを行います。それが最後の仕掛け、総括です。総括は学生スタッフたちのフィードバックの後で行われます。ここでは受講生の意見が今回の一連の対話からどのような成果が導かれたのかということを受講生に直接話します。このように最後に教員が総括を行い、受講生が今回の対話の成果を知ることで一つの講義テーマにおける対話デザインの流れが完了するのです。そして総括の後、次のテーマへと授業を展開していきます。ではここで対話デザインの流れを図にしてみましょう。最初に教員が講義を行い、命題を提示します。受講生はその命題に対する意見を意見カードに記入します。その意見カードを学生スタッフが集計分析し教員に報告します。そして学生スタッフはプレゼンテーションのリハーサルを行った後、次の授業の冒頭で受講生に対してフィードバックを行います。最後は教員が全体のまとめになる総括を行います。このように3者が相互に関係し合う流れを作ることで
すべての受講生が対話に参加できる環境を作ることができます。ちなみに講義時間90分の時間配分はこのようになっています。対話デザインでは受講生の意見を授業に反映させることが大切なので、意見カードの記入にはこのように十分な時間をとっています。記入中は学生スタッフたちが巡回し、意見カードの書き方がわからない受講生がいれば丁寧に説明します。また講義や命題に関する質問があればそれを教員に伝えるなどして受講生のサポートに徹します。受講生のサポートはそれだけではありません。実はこの意見カード、これには受講生がより意見を書きやすい環境を作るためにもう一つの仕掛けが存在します。実際の意見カードを見てみましょう。このカードには命題、審議、抽象、具体という4つの項目が用意されていることがわかります。受講生は自由に意見を書くのではなく、意見カードに書いてあるこれら4つの項目に沿って意見を書いていくのです。これが意見カードのもう一つの仕掛けです。では順番に項目を見ていきましょう。命題とは教員が講義の内容を踏まえて提示する一つの仮説のことです。この命題をもとに対話が広がっていきます。受講生は提示された命題をそのまま書き写します。審議とはその命題が真か偽かを判断することです。受講生は命題に対してそう思うなら真と記入し、そう思わないなら偽と記入します。抽象とはその真偽の判断の根拠となる考えです。上の項目の真偽の判断についてなぜそう考えるのかを記入する項目です。具体とはその考えを証明する事実、データのことです。ここで具体的な事例を挙げて自分の意見の根拠を裏付けます。このように命題、審議、抽象、具体という4つの項目を書くことで受講生は自分の意見を論理的に説明することができるのです。こうした仕掛けを意見カードに施して受講生が意見を述べやすい環境を作り出しているのです。さらにこの意見カード、右上には得点と書かれた項目があるのがわかります。この意見カードは5点満点で採点を行い、成績評価の一部として扱っています。この採点も同じく担当チーム4人が行います。しかし4人それぞれの価値判断によって採点方法がバラバラにならないために、この採点には一定の採点基準が設けられています。まず1点から3点までの採点基準です。1点、審議が欠けている。2点、審議・抽象が欠けている。3点、審議・抽象・具体が欠けている。ここまではただ書けばいいので簡単に3点を取ることが可能です。これはいわば出席点となります。残りの4点と5点はどれだけ内容が論理的に書けているかを評価するものとなっています。4点、審議・抽象・具体の3つの要素に論理関係が成り立っている。つまり3つの要素の関係に矛盾がなければ4点になります。例えば審議の項目で真と書いてあるのに、抽象・具体では逆の偽について書かれていたり、具体の項目が抽象とは全く関係のないことを書いていれば4点にはなりません。5点、具体の項目に実在する個別情報が書かれている。審議・抽象・具体のどれも矛盾なく書けていれば、あとは具体の項目にどれだけ説得力のある事実・データを示すことができるかです。誰でも書ける一般論を述べるのではなく、信頼できる正確なデータを用いたり、自分が体験した事実を詳しく説明することができれば5点になります。つまりオリジナルな内容を書くことができれば満点を取ることができるのです。
このように採点する時の判断はいいか悪いかではなく、すべてかけているかかけていないかという判断になっています。学生スタッフはこの採点基準をもとに一枚一枚丁寧に採点していきます。適切な判断ができるようになるために学生スタッフは事前にトレーニングを受けます。採点基準だけでなく意見カードの分析やフィードバックの方法など、学生スタッフの行う全ての作業を事前にしっかりと学び、初めて学生スタッフとして活躍するのです。さまざまな仕掛けだけでなく学生スタッフをしっかりと育てることもこのシステムをうまく運営する要素の一つです。このようにして教員、学生スタッフ、受講生という3者の立場の人たちが有機的に相互作用することで対話デザインという授業システムは成り立ちます。これが対話デザインという授業システムの概要です。ではおさらいしてみましょう。このシステムには教員、学生スタッフ、受講生という3者の立場が存在します。まず受講生、教員が提示した命題に対して意見カードを記入し、自分の意見を論理的に説明します。受講生はこの授業において一人一人の意見がいかに重要であるかということを認識し、責任を持って意見を述べることが大切です。次に教員、講義を行い命題を提示します。そして意見カード、学生スタッフのフィードバックを踏まえて総括を行います。また受講生に対してこの授業システムの目的と方法を丁寧に説明する必要があります。さらに意見カードの採点、分析方法など学生スタッフの指導を行うことも教員の重要な役割です。そして学生スタッフ、意見カードの採点、集計、分析、フィードバックの準備、リハーサルと本番の発表、受講生のサポートなど様々な作業を行います。学生スタッフには批評を通して高め合う対話力、意見カードの論理を見極める思考力、ハプニングが生じても適切に問題解決する判断力、大教室でプレゼンテーションする表現力が求められます。このように対話デザインという授業システムを運営する上で様々な作業を行う学生スタッフの活躍はなくてはならないものです。しかし授業時間外に行われる多くの作業は見えにくいところがあります。そこで学生スタッフたちが一つのフィードバックを作り上げるまでの活動を再現したドラマを用意しました。こちらをご覧ください。またビデオ教材1では学生スタッフがフィードバックをどのように準備するのかについて、ビデオ教材2では採点が難しい意見カードの場合どのように判断すればいいのかをそれぞれ詳しく解説しています。さらにビデオ教材3では対話デザインの設計図である議論の十字モデルを用いて3者の対話をつなぐ方法を説明しています。こちらも合わせてご覧ください。